配され、破壊的な暴力を振るい始める。どうしちゃったんですの？まさか頭を打っちゃったとか？圭一が他の世界の出来事を覚えていてくれれば力になってくれるんじゃないかって。さとこ、お注射はもう終わったのですよ。え、あら、傷口を揉んじゃダメよ。できれば重いものも持たないこと。さとこちゃん、いつものクイズしましょうね。赤野さんのクイズは答えにくい問題が多くて苦手ですわ。あら、今日のは特別面白い問題だから大丈夫よ。うさんくさいですわね。さとこちゃんはレベル3です。この段階に至った患者の治療方法はありません。ずっと離れ離れで会えなかった長女がやっと会えて喜んでいるところでしょうかしら。でも悲観はしないでください。さとこちゃんにはくれぐれもこの病気のことは。大丈夫なのです。さとこは栄養剤の試験だと思っているのです。わけがわかりませんわ。あんなテストで何の検査になるんでしょうかしら。これで監督から生活費をいただけるんですもの。ええ、今日はスペシャルイベントですのよ。いろいろ取り揃えておりますので。圭一さんたち遅いですわね。皆様方、お待ちしてましてよ。ごめんごめん、今日の勝負は外せませんわね。なんてったって5万円ですもの。勝利は私のものでございますことよ。結構緊張感がありますわね。あらあら、可愛いのが出てきましたわよ。それじゃあね。運命に立ち向かってみよう。